踏切側から見た鴨島駅鴨島駅は徳島県吉野川市鴨島町鴨島にある四国旅客鉄道徳島線の駅。駅番号は B09。吉野川市の代表駅で全特急列車が停車する徳島線の主要駅である。駅舎側に相対式ホーム一面一線、反対側に島式ホーム一面二線を持つが、駅舎から一番遠いホームは使われていないため、 実質相対式ホーム2面2線の地上駅で、互いのホームは、個線橋で連絡している。大きな木造駅舎は1992年に屋根の吹き替え等の改装をされており、内部には向かって、左側にセブンイレブンキオスクがある。直営駅で緑の窓口が設置されている。待合室に自動券売機が設置されている。駅舎側から以下の通り、 一日平均乗車人員は、下記の通り。旧鴨島町の中心部で、駅近くには、各種の銀行が揃っている。駅前には、吉野川市鴨島町出身の初代、曽我野屋ご苦労の石踏みがある。二条、鴨島線は、鴨島駅前が、始発、終着。鴨島線西尾駅は、鴨島駅前バス停に乗り入れないため、鴨島駅前通り南バス停を利用する。 なお、かつて運行されていた、東京行き高速バス、エディゴは、鴨島駅前には停車せず、徳島バス鴨島営業所に停車していた。ありがとうございます。